相当重いね、これ。ほらほら、危ないぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。今ね、廃棄の作業の方が終わった後なんですけども、みぞれがね、昨日いっぱい降りまして、このヤギ小屋の上、トタンの上にもかなりこうはまっちゃって、みぞれだからかなり雪が重いので、ちょっとこれはさすがにね、落とした方がいいということで、今日はこのトタンの上の雪を落として、あとあのヤギ小屋の中も雪が溜まっちゃってるので、積もった雪を描いていきたいと思います。とりあえず空とロゼはね、ちょっと放牧しておきたいと思います。なんか屋根も歪んじゃってる気がするもんな。はい、空ロゼ開いてるよ。では屋根上を描いていきたいと思います。かなりこんな感じでめちゃめちゃあの重い雪、うん、水分すぐ固まる、うん、だからこれ相当な重さが多分ここにかかってると思う。ヒノキを食べて、あ、やっぱ重いわ。うん、なんか真ん中あたりほんとちょっと歪んでる気がするもん。相当重いね、これ。ほらほら、危ないぞ。何やってんの、そら大丈夫って多分そこのドアの前にクワの葉が置かれそうです。クワの葉が入った袋が、うん、かなりなんか真ん中が沈んでる気がするわ。結構重い雪だなって。うん。久々にこんなに降ったな。今年はピラフ君は作らないの？ピラフ、うん、オラフじゃないの、うん、オラフじゃなくて、それね、お父さんから自分で名付けてなかった。いいんじゃない？あと目だ。目。
あ、ないよ。あ、いい。あ、いい。あ、どう？あ、いいじゃん。お、いいんじゃない？こいつの名前はピラフ。ピラフ？こいつの名前は今掃除の神ピラフ。掃除神ピラフ。あー、作ったね。俺そんな名前にしてた。ピラフって名前。屋根上はガラガタ落とせたかな。うん、あとちょっとやらなかった。いや、まあ、結構すぐ食べたからいいわ。重いけど、
まだ雪が溶けきらんうちにできてよかった。うん、そうですね、地面ぐちゃぐちゃになっちゃうから。小夜中の雪は降れたかな。うん、それで空とロゼを呼んできます。よし、できた。あいつらロゼ綺麗になったよ。よし、いいかな。はい、じゃあしっかりね。じゃあ寝上もこれで落ちる心配はないでしょう。そうだね。はい、今日はこれで帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあな、空ロゼ。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。